はい、トラポンです。今回の動画はですね、本日3月28日おすすめ厳選軸まコーナーのご紹介動画の方をこれから作っていきたいと思います。本日はですね、3つほどピックアップさせていただきました。まず中山第10レースですね。はい、中山10レースのダーツ1800メートル。このレースをまず取り上げたいと思います。はい、本命はですね、5枠7番のレーヌ・ブランシュですね。はい、レーヌ・ブランシュ。 まあ前走はね、東京戦六でヒアシンス・まあ、ステークス負けてしまいましたけども、もともとね、阪神戦八、京都戦八と、やはりコーナー4回の1800メートルで2連勝してきたということでね、まあ、東京の戦六はね、やっぱり芝スタート、そしてワンターンということで、ちょっとね、求められる適性が全く別なんですよね。ですので、東京戦六で負けたことは全く問題ないということですよね今回回中山ののでコーナーナね。 あのこの馬の得意な舞台に戻りますのでここまで人気がないならばは私は一発狙っていきたいかなとでしっかりとね初戦2戦目とメンバー中上がり1位の足も使っていますのでそんなにね決してあの人気ほど能力が低い馬でも低いという馬ではありませんし十分ねあのこのメンバーに入っても一発やれても不思議ではないかなというふうに思いますはいですのでこの馬からおすすめ厳選軸馬 としてあのご紹介させていただきましたはいということで一つ目はね中山第10レースですね特別戦ですねダート 1800m 5枠7番のレールブランシュで行こうと思いますはい続きましてが阪神の12レース阪神の12レース一勝クラスですね4歳以上1勝クラスということでもうね4歳以上1勝クラスの 1200m というのはねとにかくもう前に行った馬が断然有利なんですよね ですので、どの馬が逃げれるのかということなんですけども、まず前走に逃げた馬がいない。2番手から行った馬が4番のカクテルドレスなんですけども、天体ムを見たときにね、カクテルドレスもそこまで速くないということなんですよね。じゃあ、どの馬が行くんだということを考えたときに、私はスタートが良ければね、この1枠1番のマイネル・メイヤーが行くんじゃないかなというふうに思って、この馬を、おすすめ厳選、スス軸馬の、 まあご紹介の、ね、1頭ということにしました。はい、4走前ね、中京の 1400m でね、まあ、逃げてるんですよね、3着。で、地方のね、名古屋で前前走逃げているんですけども、ここでまあ初めて1勝目を、あのー、上げたと。で、前走はね、久々のレースで、まあ、休み明けでね、スタートがあまりじ、 出ずに、まあ、結局ジョッキーもそこまで、ね、無理させることなく後方のままという競馬になってしまいましたけど今回叩き2戦目で、ね、間違いなくあのこのレースを、ね、目標にしてきたと思いますので今回はやはり逃げた時に、ね、一番着順の内容がいいということで今回はおそらくこのメンバー構成を見ると1枠1番に入ったことだし逃げの手を打ってくるのではないかと。 スタートゴブでもしうまく鼻を切れればですね、一発なだれ込み合っても不思議ではないのかなというふうに思います。結局他の相手もね、あの0秒6以上負けてる馬たちが前走、負けてる馬たちばかりですので、そんなにレベルは高くありませんからね。 ですので、とにかく1一1のマイネル・メイヤーがねスタート5部で出て、逃げの手に打ってくれと祈る祈りたいというかね、そこにかけたいというふうに思いました。ということで、おすすめ厳選軸馬ネナ関心12レースの1枠1はマイネル・メイヤーということになりますで。最後は東京の12レースですね。ダート1百0 0メートル。こちらは2勝クラスということなんですけども。 まあちょっとね、最近先行できてないんですけども、先行できると、できればしぶといよという間をね、今回本命にして出しました。6枠12番のですね、工業ブライトということになります。はい、工業ブライトね、非常に中山の戦に相性が良くてね、あの、ずっと人気をすれ2着になってからもう2着、2着、2着、で、福島で6着の後また2着、で、中山で1着ということで、中山でね、一生クラスでやっと突破したんですけども、 その後もね中山中山使ってるんですけどもどうも先行できてないんですよね中段ぐらいからの競馬になってしまっているということなんですけども、まあ、前走はね再内打ち枠だったということもありちょっとね厳しいかなということもあるんですけど今回ね外役に入って、まあ、おそらく今度こそ先行するだろうということですよね気分よく先行できればねあの間違いなく2勝クラスで実力が足らないということは、ま、ないと思いますのでね 前々走の5着の内容を見ても、全くあの力負けはしていませんのでね、大きな。ですので、今回、まあ、前回一番人気で、今回まあ人気がね、ちょっと下がっているんですけども、今回はさすがに先行してくるだろうと。メンバーの、先行するメンバーもそんなに多くありませんか。まあ、外側からね、逃げた馬が何頭か出ていますけども、まあ、これもね、2頭とも格上げ初戦ですのでね。ですので、工業ブライトは本来の先行の 競馬さえできれば、まあ、馬券圏内に食い込んできても全く不思議はないということでですね、この工業ブライドおすすめ厳選軸馬コーナーとして取り上げたいと思います。はいということでまとめに入ります。まず中山10レース5枠7番のレーネブランシュと、まあ、コーナー4回の 1800m がこの馬のベスト、中山18でね、前走は東京戦独で負けましたけども、これはまあ度外視し,していいよと。 いうことで中山18で改めて期待できる一投だということでこの馬を取り上げましたで阪神12レースのね1枠1番マイネル・メイヤ久々のレースを前走を使ってね今回こそは多分逃げの手に打ってくるだろうという読みです、まあ、もし逃げの手に打ってこなければおそらく来ないと思いますのでねもうスタートした段階で果たしてあの逃げを主張するかどうかということころを注目して見ていただきたいと思います で、三つ目が中山12レースの工業ブライト。中山専技はね、もう何回も走ってて、全くコース的なものは問題ないと。要は先行できるかできないか。まあ、前々走前走ね、クラスが上がってから先行できていませんけれども、本来この馬は先行してしぶとく粘ると、しぶとく先行してなだれ込むというね、競馬が持ち味ですので、今回こそは外枠からスムーズに先行してですね、あのー、なだれ込みに行きたいということになります。 はい。ということで、今回の動画はね、3月28日のおすすめ厳選軸馬ご紹介動画ということで動画の方を作ってきました。以上になります。